YouTube ご覧の皆さん、西田有志です。今回の動画なんですけど、自分がいつもトレーニングやってる動画を少し解説してほしいっていうコメントがすごい多かったので、それを今日は出せたらなっていうふうに思ってます。で、全部を出すってわけじゃないんですけど、ある程度やっている内容のトレーニングを取って、それをこれはどういう体の動きでバレーに活かされてるかっていうところを、細かく説明できたらなっていうふうに思います。ではよろしくお願いします。とりあえず1種目目はデッドリフトを僕はいつもやってますね。で、この100キロで最初やってるんですけど、この100キロも自分はウォームアップでやってるんですけど、そのウォームアップっていうのはやっぱり筋肉がまだ動けてない状態ですし、ストレッチやってればやってるかもしれないですけど、重りに慣れてない状態でやってるので、そうするとやっぱり肉離れとか怪我になってしまうので、そういった部分の筋肉の、緊張感じゃないですけど、少し動かして、でトレーニングに合うような、とりあえず体を動かしてからしっかりと本番っていうか、そのレップ数を稼いでいく、やっていくっていうふうにやってます。で、これがデッドリフトの120キロなんですけど、これはやっぱ週によってレップ数も変えてるので、そこら辺は左右してるんですけど、これは120で5レップかな、5レップやってるので、このデッドリフトっていうのは、大切さは全身運動で、すごいバレーボールで使えると思いますし、他のスポーツでもすごい使えると思うので、そこは自分はこのトレーニングはすごいいいなと思いますね。で、このデッドリフトやるときにあまり背中を反りすぎると、やはり腰に負担っていうのもすごい多いので、一直線になるイメージ、バーベルを持ち上げたときに一直線になるようにして、で、下ろすときも腰を丸めずに、丸めてしまうとやはり腰に負担がすごいかかってしまうので、胸を張るイメージで、バーベルも前に行ったり後ろに行ったりじゃなくて、そのまま真下に落とすようにするっていうところを意識してやってます、これは。次はフロントスクワットなんですけど、バックスクワットとフロントスクワット、どっちがいいのって言われると、僕はフロントの方がスポーツしてるときはいいのかなっていうふうに思います。その意味としては、バックスクワットはもう重りを上げやすいんですけど、その分やはり腰に負担がかかってしまいますし、ちょっとフォームが崩れやすいっていうイメージがあるので、僕はフロントスクワットをずっと入れてますね。だからバックスクワットはもうほとんどやってない状態ですし、ここバックスクワットは結構やってたんですけど、やはり僕も腰を怪我してた時があったので、怪我っていう意味があってフロントスクワットに変えました。で、これも60キロでウォームアップしてるんですけど、ホームで意識するのは、このフロントで腕を持つの、バーベルを持つので、この下げるときに肘が下がらないようにするっていうのがすごい一つのポイントかなと思って、で、その肘が下がってしまうと、さっき言ったようにデッドリフトも一緒のような状態なんですけど、どうしても腰が曲がってしまってフォームが崩れるっていうのにつながってしまうので、そこを一つポイントを気をつけてやっていただけたらなっていうふうに思います。で、これが本番なんですけど、これもフロントスクワットで100キロで僕は3セットやってますね。リーグ中じゃなかったらもうちょいレップ数もセット数も多くするんですけど、今リーグ中なので、やはり体の疲労度っていうのも考えて、こういったいうふうに調整しています。こうやってスクワットをやると、下半身が主に鍛えられるっていうふうに思うかもしれないですけど、このフロントスクワットとかもすごいコアにも効くので、全身に近いのかなっていうふうに僕は思ってて、足の太ももも、すごい両方きますし、で、その分背中の方もすごい、なんていうんですかね、耐えないといけない状態で、まっすぐにある状態なので、そこもすごいコアが鍛えられて、で、何よりもやっぱ全身でやれるので、これがバレーボールにすごい、スパイク打つ時のフォームだったりだとか、サーブ打つ時のフォームだったりだとかっていう、ブレないっていう一つの、
まあ、トレーニングになるのかなっていうふうに思って僕はやってます。まあ、上半身のメニューになります。でこれはいつも週2でトレーニングしてるんですけど、今回はショルダープレスをやってます。で、まあ、これも、片方30キロずつ持ってトレーニングしてるんですけど、まあ、このトレーニングの意味としては、まあ、やはりスパイク打つ時の広背筋であったり肩の強さっていうところの強化っていうのもありますし、まあ、ブロックでもすごいなんか意味があるのかなというふうに思いますね。でこれで僕がポイントにしてるのは、肘が少し前に出てしまうと、まあ、さっきも全部のトレーニングはそうですけど、フォームが悪くなるとやっぱりどうしても負担が違うところに行ってしまって、そこが怪我してしまうっていうのがあるので、まあできるだけ胸を張るんですけど、胸を張るだけで腰は浮かさないイメージ。だから腰を反るっていうのと腰をそのまましてっていうのはまた違ってくるので、そうするとやっぱり効いてくる筋肉の部分が違うので、まあ、僕はそういうふうに胸を張ってやるようにしていますね。で、まあ、このトレーニングは結構きついですね、僕がやってても。まあ、上半身に主に、まあ、こういった部分をすごい、大切にしてるのはありますね。まあ、次はこれはシングルレッグのダンベルスクワットなんですけど、まあ、これはね多分あんまり外に出てないトレーニングなのかなと思うんですけど、まあ、トレーナーさんに教えてもらってやってるんですけど、まあ、これは正直最初は全然重り上げれなかったですし、最初重りない状態でやってたんですけど、今だいぶ月日も経って重りもこれ30キロ抱えてやってるんですけど、まあ、これのトレーニングの一つっていうのは腸腰筋、股関節のところの筋肉っていうのを、まあ、鍛えるっていうイメージもありますし、まあ、バランスっていうのもあるんですけど、まあ、バレーボールっていうかジャンプする競技で腸腰筋をうまく使えるようになるとジャンプ力が上がるっていうような話を聞いて、やはりそのスパイク打つ時も屈伸体勢になった時に股関節を中に入れるのかっていうのも一つの動作としてあったら、より一層力も貯めれるっていうのもあるので、僕はトレーニングじゃない時もこれをウォームアップで入れるのはすごい多くありますし、試合見に来てる方々はいらっしゃると思うんですけど、チューブトレーニングでよくこういう格好でやったりするので、まあ、これが意味があって、でこれをこの腸腰筋を少し刺激入れることによって少し意識がいくのかなというふうに思います。でこれフォームなんですけど、この台を40センチのところで僕は置いてやってるんですけど、まあ、ちょうど90度ぐらい、90度になる高さを設定していただいて、そこで片足を下に下ろすんですけど、この下に下ろした時にかかとが少しついたらすぐに上げるっていうのを意識してやるっていうのが僕はすごい大切かなと思って、これもかかとついてで上げるっていう動作ずっと繰り返してるんですけど、まあこれは見かけによらず結構しんどいトレーニングですね。もう僕が多分トレーニングの中で一番しんどいんじゃないかなっていうふうに思いますね。なので、まあ皆さんも最初は重りなしでこういうフォームを固めるっていうところから始めていただけたらなっていうふうに思います。でまあ次のトレーニングなんですけど、まあみんなトレーニングって言ったらよく知られている、まあプルアップとか懸垂とかチンニングっていうようなトレーニングですね。でまあ、これもすごいスパイクの動作にすごい大切ですし、やっぱ肩甲骨が強いことに、肩甲骨じゃねえ、胸郭筋が強いとやはりいい力でスパイクだったりとかっていうそういう攻撃的なプレーがしっかりしやすくなると思うので、まあ、僕はすごいこれは大切にしてますし、まあ、自分の体重だとちょっと物足らない感じがあるので、僕はいつもこうやって20キロを腰の下に垂らしていつもやってますね。なんですけど、まあ、まだまだ僕もこのトレーニング見て思ったんですけど、まだ反動を使ってるので、まあ、もっともっとやらないとなっていうふうに思いますね。でチンニングでやっぱり必要なのは、どうしても顎をこの バーの上に上げがちなんですけど、胸を張った状態で上げるっていうのをイメージしていただけるといいかなっていうふうに思いますね。まあ、なんでかっていうと、やはりそういう胸郭筋に効かせるのに顔が前に行ってしまうと胸郭筋に刺激が入りづらいっていう
自分がやってて思うので、胸を張った状態で上に上げるってなると肩甲骨がそのまま寄って、でその肩甲骨の周りの筋肉が刺激されるっていうような、形になってると思うので、まあ重りない状態でやるのであれば、まあ、胸を張って胸をこのバーのところに近づけるっていうイメージでやるのが一番効果的かなっていうふうに僕は思います。なのでまあこれを、まあ、少し誤ったやり方をやってしまうと、なんていうんですかね、肩が内側に行ったりだとか、姿勢が少し悪くなったりっていうのもあるので、なのであんまそうなってくると肩が痛くなったりっていうのもあると思いますし、まあ、胸を張るっていうことをイメージする、胸を張るのと腰を反るのはまた別の意味なので、まあ、そこは気をつけてやっていただけたらなっていうふうに思います。まあ少しですけどね、今回の僕の動画を出したのは、まあ、まだまだこれからまたトレーニング動画をちゃんとね、西田有志チャンネルのチームと全員でやれたらなっていうふうに思うので、まあ今回はこれぐらいかなっていうふうに思います。今回の動画どうだったでしょうか。まあ少しのところですけど、自分のトレーニング紹介っていうところでできたと思うので、まあ皆さんこれを少しでもやってみて、あ、すごい良かったなっていうふうに思っていただけたらなっていうふうに思います。まあ今回の動画見て少しでもためになったなって思ってくれた方々、まあグッドボタンとあとチャンネル登録よろしくお願いします。で今こういうコロナ禍なので、まあそこの配慮で今ちょっとリモートっていうのがちょっと増えちゃってるんですけど、まあすぐまたできるようになると思いますので、もっともっと面白い動画を皆さんにお届けしたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。ではバイバイ。